万歳。20年ぶりの選挙戦となった福岡県議選の筑後市選挙区では、自民党現職のプラウチ勲氏が無所属新人の北島一代氏を破り、10回目の当選を果たしました。県民の幸せ、そして県政発展のためにこれまで以上に万全を期して頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。県議選の投票率は 35.50% と、県知事選挙と一緒に行われた前回2019年を大きく下回り、過去最低を更新しています。